同士の戒めを破ります。バカな奴の体のどこにこれだけの力が残っていたのだ。第7の球天秤球において聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか。苦悩する聖夜たち。その時突如としてシリウの死同士が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスか俺たちの前に。おそらく老師が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします老師。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。よし、このソードを使わせていただきます、老師。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に。蘇る!白鳥よ!やった!氷河!体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね。氷河。第8の球電滑球へ突入した聖夜とシリュウ。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜とシリュウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。他愛のないとは言うまい。この天滑球まで登ってきただけでも
大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだ。バカな。お前はキングナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ、貫き通すものだ。何？この結晶は？カリッツォ！見ろよ、今度はお前が動けなくなる番だ。聖夜、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に念じて命だけは許してもいいぞ。ファイト！カルトニー！ルドの決勝で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に終わりだ。せいやたちの喧嘩好きじゃん。おとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう。何かしたのか。望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。その程度か。スカーレットニードル。スカーレットニードルは慈悲深い技だ。幸福がしか。これよ。選べ。どちらでもない。今日が目指すものは勝利のみ。終わりだ。その程度か。カルトニードル。これがキングナスの攻撃だ。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できると本気で思っているのか。カルトニードル。あと数日で確実に死んだ。その様子では気は変わらぬな。シュンが蘇らせてくれたこの命、簡単にくれてやるわけにはいかん。できるかどうかなど最初から考えていない。いくら不可能と言われても俺のコスモでこれを可能に変えてみせる。何かしたのか。前、発狂よ。ダイヤモンドダスト。凍りつく。見ろよ、これがキグナスの本当の力だ。どれよ。
何かしたのか。オーロラサンダーアタック。リーグウィナー、クールに徹して敵を撃つ。ママ、スカーレットに挑むアンサレス。ヒョウガ、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。俺がアンタレスを打ち込む間に急所である15の生命点を。ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。意識を失っていながらこれ以上どこへ行こうとする。ヒョウガ、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。だとしたら俺たちは今血止めの新王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ、君たちがどこまで行けるのか。この戦いの行方をな。聖夜たちが陣馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち陣馬宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、幾星層の時を超えサンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。3人はアイオロスの死を悼みつつも陣馬宮へと乗り込んだ。これはサジタリアスのゴールドクロス。そうか、さっきこの陣馬宮へ入っていった光はこのゴールドクロスだったんだ。サジタリアスのクロスが動いてる。まるで聖夜を狙っているかのようだ。聖夜、危ない！これは。どうや
イオロスの残した言葉のようだな。氷河、よかった、無事に天下地球を抜けてきたんだ。サジタリアスのゴールドクロスは聖夜を狙ったのではなく、壁に刻まれたこの遺書を見せようとしたようだな。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを永久に誰も訪れないかもしれないこの人馬球で、アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。第10の宮マカツ宮へ突入した聖夜たち。しかしそこにゴールドセイントの姿はなかった。聖夜たちは一気に宮を駆け抜けようとする。だがその背後から不意をついてヤギ座カプリコーンのゴールドセイントシュラが恐るべき手刀で大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。お前がマカツ宮を守護するカプリコーンのシュラ、他の3人のように飛べなかったところを見ると、俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。俺まで飛んでいたら今頃貴様の第二の攻撃で地の底へまっしぐらに落とされていただろう。ほう、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ小僧。お前もアイオロス同様、あの世に送り届けてやるわ。まさか、お前がアイオロスを。そうだ。恐れ多くも、アテナ殺害を試みたアイオロスに、天誅を加えたのはこのシュラだ。シュラ、13年前アイオロスが命に代えて守った赤ん坊こそお前が忠を尽くしているアテナ、その人だったんだぞ。バカな、アテナはこのサンクチュアリにおられるのだ。見えすいた嘘をつくな。だが、お前はアテナの姿を見たことがあるのか。それは
いい、黙れ口の減らないやつめ。二度と喋れんように首を落としてやる。この紫竜のコスモ、すべてお前に叩きつけてやる。お前の心臓を串刺しにしてやる。ファイト。エクスカリバー。シュッ。一つ。なぜ俺たちを魔殺球の中で襲ってこない。我が聖剣の前に。おお。俺の存在に気がついていた。魔殺球にある気高いアテナ像をお前ら虫けらどもの血で汚すわけにはいかんからな。我が聖剣の前に来い。巨山昇竜派。俺の鋼のように研ぎ澄まされた両手両足はゴールドメインと12人の中でも最強の威力を持っている。特に主砲はいかなるものも切り裂くエクスカリバーと呼ばれている。エクスカリバー、正義を尽くしたエクスカリバー。あとの2族が与えた決定。あと三口槍に反逆を企てるお前たちを聖なる剣エクスカリバーで切り刻んでやろう。サンクチュアリ、いや、アテナに対する反逆の罪を血をもって償え。エクスカリバー、ロザン昇竜派、ロザン優勝。いかなるものでも切り裂くエクスカリバー、その切れ味を味わわせてやろう。燃えろ昇竜のごとく。御山昇竜派。命燃え尽きようとも。クイナ、最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。まだだ、まだ高みを目指せる。5体全てが飛ばされたとしても一人では死なん。このエクスカリバーのサビにしてくれる。ファイト。ジャンピングストーム。何をする。逃げるシート、もう悪あがきはよせ。言ったはずだ、俺は一人では死なんと。ロザン優勝。ロザン昇竜派。ロザン昇竜派。ロザン優勝。ブロンズのお前が俺を倒すことなどできるわけがない。諦めろ。同志の戒めを破ります。バカな。ヤツの体のどこにこれだけの力が残っていたのだ。ロザン優勝。桁外れの攻撃、今までとはまるで別人のようだ。まるで竜神が紫竜の体に乗り移ったようだ。力の、このロザン、この修羅を圧倒し始めている。
紫龍は無意識のうちにロザン昇竜セブンセンスに目覚めているのか。ロザン昇竜断念しろ。もはや死に時だぞ紫龍。龍飛翔ロザン龍飛翔ロザン昇竜派ウズウィナーアテナのために戦うせい。こんなことでは竜の名折れだ。さあ約束通りお前も連れて行くぞシュラ。うおこの技は魯山交流派。交流派は我が体温ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無視の技。なんだとライブラの老師にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだシュライ。セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、この紫龍一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せ紫龍よ、アイオロスよ。紫龍、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なあ紫龍、紫龍よ。このコスモは紫龍